こんにちは、フィッシュマンフィールドテスターの神谷です。皆さんベイトタックルって使ったことありますか？今回はね、大型の青物といったフィッシュイーターを、こういったねビッグプラグで、しかもベイトタックルを駆使して狙ってみたいと思います。一見ねクレイジーですごく難易度が高いんじゃないのって思われるかもしれないですけど、今までやったことのない釣りにチャレンジしたいっていう方にぴったりの釣りだと思います。じゃあそもそもなんでベイトタックルかっていうと、太い PE を巻けるで、あとロングリーダーシステムが組めるっていうことで、もう一つはベイトリールならではの力強くスムーズな巻き上げで大物との豪快なファイトができる。であともう一つはね、なんといってもキャストの楽しさだよね。そういったことを今回はね、実際に磯で実調を交えながら解説していきたいと思います。とりあえずタックルは3種類、ヘビープラッキング用を2種類と、一応保険でね、ショアジギ対応のタックル持ってきてます。全部もちろんベイトで、フィッシュマンのイソベイトプロトです。ちょっと童話がいてもこれはこっちから上に打てないんで、こう風下にねやばいこれはい、1投目本当にやばい。事前の予報ではね、こっち側はあの今大隅半島の、西側の背に上げてもらったんですが、風を背負う感じになるはずだったんだけどあ、バレた。乗ってきてる。よし。よっしゃ。ああ、外れた。やっちゃったよ。でも魚まだいるはず。タックルの紹介します。まずね、今回使ってるロッドはフィッシュマンのプロトロッド。11フィートエクストラヘビーのロッドですね。ルアーウェイト的にはね、だいたい 40g から 110g ぐらいまでの、プラグ専用ということで開発してます。こういったね、磯場で、ロングリーダーで、大型プラグを大円筒して化け物みたいな魚を取ってやろうということで開発してるロッドです。もうかなり開発は進んでね、市販ももうそろそろ見えてくるかなっていう段階まで進んできました。で、今回のタックルでもう一つ特徴的なのがこのリールですね。アメリカ製のリールでシグラー SM っていうリールを今回使ってます。でね、特徴的なのはやっぱりなんといってもこのレベルワインドがついていないっていうことなんだけれども、じゃあなんでレベルワインドのついてないリールを使ってるかっていうと、太糸使ってロングリーダーでビッグプラスを大円筒するため、バックラッシュを防ぐためこういったリールを使ってるんだよね。で、レベルワインドがあるとどうしても高速回転でラインをスプールから吐き出そうっていう時にレベルワインドのあたりで抵抗が生まれてしまう。その抵抗がやっぱり飛距離をスポイルすることにもつながるし、あるいはバックラッシュの原因にもなるんだよね。
で、こういったねレベルワインドのついてないリールを使うとリトリーブの時に指でつまんでこうやって均等に巻くっていう手間がやっぱりどうしても出てくるんだけど、それをしてでも使いたいリール、磯ででっかいプラグを大円通してでっかい魚に挑むために使っているリールですね。じゃあ実際この磯用のタックルでどういったラインシステムを組んでいるかっていうと、今回は、P6 号 200m で、それに加えて、ナイロンの24号80ポンドを、8ヒロ12メートルのリーダーをスピニングに巻いて使いますか？絶対無理だと思うんだけれども、絶対ライントラブルにつながると思うんだけれども、ベイトだったらねそれが可能なんだよね。で、そこがスピニングとベイトの違い。スピニングはスプールからコイル状にラインが出ていくことによって、どうしてもやっぱりねノット部分がガイドに絡んだりっていうことがあるんですが、ベイトリールの場合はスプールからガイドに向けて一直線にラインが吐き出されるので、ガイドにラインが絡むっていうトラブルが、まあ、起こらないんだよね。で、そういうベイトタックルの利点を生かして、磯のゲームに自分が挑んでいます。結構やっぱ魚手前にいて活性高い状態で何本か群れて追ってきてたんだけどね、ちょっとね状況が悪いんで、トップに出るのは出るんだけど、キャストもしづらいし、表層の流れとあと壁にねライン取られちゃうんで、ちょっとルアーをヘビーシンキングペンシルに切り替えます。ロッドはねさっきと同じただちょっと仕様が違うんだけど、11XH ですね。これもちょっとファーストキャストなんで慎重に投げて、よし、ロッドは同じなんだけど、リールがこっちは P8 号にリーダーがナイロン100ポンドが組んであります。ちょっとさっきのタックルよりも、さっきのリールよりもゴツめのラインがシステムが組んである。で、これはねジギングとか泳がせやる方にはおなじみなんでしょうが、レバーブレーキドラッグですね、 LD ってやつ。まあ、こんだけ強風だけどこういう磯用の大型ルアーがキャストできるっていうのはね、もう本当楽だよね。通常ねやっぱり遠投するにあたっては、ベイトもスピニングも同じなのかなと思うんだけど、山なりのいわゆる天ぷらキャストっていうのを作った方が、遠投は効くんですよね。だけどこういうね風が、横風がかなり激しいときに天ぷらキャストを作っちゃうと、ラインが吹けちゃって、きっちり意図したトレースラインを通らないことが多いですよね。で、そういうときには低弾道のキャストの方がやっぱり有利なシチュエーションが多いんですけれども、今開発中のこの 11XH 青物用のプロトロップですね、こちらは、今までやってたような大きなスイングでのキャストだけじゃなくて、こういうコンパクトなモーションからのライナーキャストっていうのも、得意で、そういったシチュエーションが多いということで、ライナーキャストもできるようなテーパーデザインに仕上げてあります。特にね今この台ペンを操作しているときにティップセクションがすごくいい仕事をして、ルアーに生命感を与えてるんですが、そのしなやかで吸収性のあるティップがライナーキャストを作り出す時にも非常に有効に作用して、例えばこういう逆風とかでもね、こういうショートディスタンスのライナーキャストっていうのが非常に作り出しやすいような設定にしてあります。
あどうか、追ってこないか。うわー、食わなかったね。でもやっぱ手前なんだよね。今のも15メートルぐらい、うん、でもどっかそこにまだいる。頼む、よしよし、思った通りの位置でヒット。結構引くね。おそらくはカンパチかな。違う、エバだ。GT の子供。はい、エヴァでした。うっ、本命ではないけどね、嬉しいターゲット。やっぱ引くよね、こいつは。だいたい3キロぐらいのエヴァなんだけど、カンパチだと思いました結構いいカンパチだと思いました。でもエヴァで、175ミリの大ペンテールだけどね、しっかり食ってくれましたね。バックラッシュをね、予防する一つの方法としてサミングが非常に重要です。どういうサミングをするかっていうと、スプールのね、エッジを親指で直接押さえてやるんだよね。一般的にはこのラインを押さえちゃうんだけど、このラインを押さえると芯の方からどんどんラインが緩んできて、後々重度のバックラッシュにつながってしまうってことがあるので、自分は絶対にラインの表面を押さえません。スプールエッジを押さえます。このスプールのラインを押さえるダメなタイミングをあえてやってみます。こんな感じで、これやっちゃうとね、こう今見ればわかると思うんだけど、ラインがうねうねしてて、こう触ればね、ラインが緩んでるのが分かると思うんだけど、スプールの芯とラインの出てくスピードに違いが出てきてしまうので、ラインが緩んじゃうんですよね。これやってると、これ続けてると絶対ひどいバックラッシュにつながってしまうんだよね。このね、レベルワインドレスのリールを使うっていうことで、もちろんこうやってレベルワインドがないわけだから、自分でハンドレベルワインド、セルフレベルワインドって言ったりもするかな。自分でこうやって糸を均等に巻かなきゃいけないんだけど、これをね、ゆっくり動かすか、あるいは早く動かすかによって、キャストやファイトの時に結構違いがあるんだよね。こうやってゆっくり動かすハンドレベルワインドの場合は、キャストする時に忙しくこうラインが左右しないので、飛距離が伸びる、バックラッシュしづらいっていう特徴があります。で、こういう早く動かすレベルワインドの場合は、なんて言えばいいかな、こうラインが粗く巻かれるんだよね。だからファイトするときにね、ラインが食い込みにくい。それに対してキャストのときには、若干ね、こう忙しくこうラインが左右するので、バックラッシュの原因にもなったりするんだよね。で、自分の場合は密に巻いたり粗く巻いたり、その時の状況によっていろいろ使い分けるんだけれども、こうキャスト練習と同時にね、このハンドレベルワインドの練習っていうのも、いろいろね、こう粗く巻いたり密に巻いたりしながら、自分に適したワインディングっていうのを見つけてみてください。はい、次はフィッシュマンオリジナルカラーのパンプキン140ですね。
これウェイトがね、だいたい43グラムかなんだけど、ちょっと今日の条件ではキャストがね辛い感じなんで、これわかるかな、ナス型重りをねリアフックのところに1個つけてます。これ4号で、これで極端な後ろ後方重心にしてしまって飛距離を稼ごうっていう作戦です。このパンプキンはね、このカップがあることによって浮き上がりがすごくいいルアーなので、小刻みなポッピングをしてやるとね、十分表層を狙えるので、こういったチューニングをして狙ってみたいと思います。フックもね今回はちょっと小さめをつけてます。ウェイトを増す関係で小さめのフックをつけて、やってみたいと思います。まあヒットして魚取り込んで、こう気分がすごく高揚するんだけれども、いきなりこのままね投げちゃうとバックラッシュしちゃうんだよね。おそらくね今も普通にこの方向に投げると、あ、ちゃんと行ったか、だいたいねバックラッシュしちゃうんですよ。なので一回ね軽く投げて、ラインの食い込みとかを、しっかり取ってやってから実調に臨みたいですね。めっちゃカメラでわかるかな、潮がね、下げの潮がすごい当ててきてて、そこから湧き上がるような流れがこことそこにはっきり出てますね。ちょっと一回ロッドの継ぎを確認しておきますね。まだ緩んではないんだけど、継ぎが緩んではいないんだけど、このロッドは3ピースで作ってます。で、もしね、こう継ぎが緩んでしまった状態でキャストしちゃうと、すっぽ抜けてしまうとか思わぬトラブルにつながってしまうので、自分の場合はだいたい1時間に1回ぐらい、継ぎの確認をしっかりするようにしてます。でね、このガイドの整列がきっちり出てないとロッドっていうのはやっぱり本来のブランクスの性能が発揮されないので、特にやっぱりこういうフィッシュマンのロッドみたいに継ぎ数が多いロッドは確認が必要だと思います。ちょっと無理やり風上側に、お、なんかば、なんか来たわ。よし。なんだ。よし。よし。またエバかな。背びれが見えたね。なんだろうか。よし。ちょっと小刻みに。あーっとっとっと手前の背際。ここはちょっと慎重に、張り出しがあるのでそれをエッジに擦りつけないように気をつけてファイトします。もちろんドラグは1ミリも出さない。エバだね、エバがくっついてきてるわ。よし、ああ、ハラパンのエバだ。はい、よっしゃ、取った。はい、こっちの九州ではねエバっていう魚、さっきと同じだね、あのミドルクラスのトレバリ、ケツにねナス型重り4号をつけてシンキングチューンした、パンプキン140、フィッシュマンのオリジナルカラーですね。
さっきよりもちょっとサイズアップして、これ70、尾の先まで70ぐらいかな、やりました。はい、皆さんどうだったでしょうか。今回はね、もう序盤から強風が吹き荒れて悪天候に悩まされる撮影になりましたが、強風に弱いと言われるベイトタックルですが、しっかりとキャスティングができているところを皆さんにも見ていただけたかと思います。結果はね、ミドルクラスのドレバリー、まあ、九州でいうところのエバなんだけど、それが2枚、ドラグ1ミリも出さないで、豪快なファイトが楽しめました。でもね、皆さんにはもっとでっかい魚とのファイトをベイトタックルでぜひ楽しんでいただきたい。今回の動画をきっかけにベイトタックルを駆使した磯のビッグプラグでの青物ゲーム、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。